こんばんは。なめっちゃ目かゆ。ちょっと10時50分まで配信したいと思うんですけれども、誰に今日は誰に恋をする公演の初日がついに決まりました。6月6日に初日を迎えます。6月6日に初日を迎えるのですが、なんと私は今から覚え始めます。ちょっと公演今日中、今から覚えるんですけど、今日中にオープニングを覚えたいという。オープニングはなんとかオネストマンもやったことあるし、ロマンスいらねもチーム4でやってたし、性格が悪い女の子と恋愛サーカスはそこまでダンスが難しくないからいける。オープニングはいける気がする。中盤とアンコールがめちゃくちゃ難しいんですよ、この公演。そこに絶対時間が取られるので、ちょっと6月6日まで私はショールーム、もしかしたら練習しながらの配信になるかもしれないんですけど、ごめんなさい。和孝さん手紙いっぱいありがとう。大輝くんハートありがとう。明日は2回公演で、2回公演の後に夜2曲ユニットと、あとアンコールの楽曲1曲のレッスンあります。だからマジで1日中明日は踊る。もう本当にちょっとやばい。一昨日6月6日に公演出るって教えてもらって、でもメグの卒業公演の方でいっぱいだったから今日からしかできないっていうね。今から覚えます。この配信中に性格が悪い女の子とオネストマンをやるで終わって、なんだっけ、あれ、恋愛サーカスやる。恋愛サーカスやったことないからさ、ちょっと不安だけど、今日セリちゃんがサビだけ教えてくれた。恋愛はサーカスさ、テレレ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 ちょっと無音になるかも。まだ本当に何にもやってないので、まずはオープニングから、もう中盤とアンコールは泣きながらやります。
だしさ、あと次のあれもあるよね。嘘だろ。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、一瞬待って。